はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。1月22日、昨日すか、午後2時東長崎駅に米倉都議と区議候補、東長崎っていうのは池袋から、一つ目かな、豊島区なんですけどもね、あれ名前入りのタスキしてないな、豊島区は私が在職中にですね、とっちめたので懲りたのかな、あとですね、選挙違反しないことみたいな決議されちゃって、共産党だけが反対して、可決したんですけれども、豊島区の決議選挙違反しませんみたいなやられちゃってね、事件の後ね笑っちゃったんですけど、そんなね、私に噛みつかれたぐらいで、豊島区の決議ができたぐらいで、そんなね、へこたれて名前入りタスキの犯罪選挙違反をやめてしまうようでは、そんな甘っちょろいことでは革命戦士として務まるかって話なんですけどね。コラボ弁護団、凄まじい声明を出す。ナチスのユダヤ商店襲撃、京都朝鮮学校事業妨害、ウトロ放火事件などは誹謗中傷が引き金となった。コラボへの誹謗中傷は断固法的措置を取る。なんか唐突にナチスやら在特会やら出てきて、なんか我々を批判するものはナチスって言いたいんでしょうけどね。ネットの話、もう五度ウィン点に達したのか、早すぎだろ。出ました、五度ウィンの法則。これ五度ウィンっていう弁護士さんがですね、マイケル・ゴドウィンだっけかな、発見した法則ですね。ナチスとかヒトラーを引き合いに出して相手を攻撃始めると、もうそれしか言うことねえくなったのかと言って、敗北とみなされるという法則であります。半島と関わりがあると自ら暴露したように見えるにゃ、相当追い詰められてるにゃ、水筒簿と領収書を見せれば解決する問題、ナチスを思い起こさせる憎悪犯罪と勝手に決めつけてるけど、これがっつり名誉毀損では何の罪にも問われていない人間を犯罪者扱いって許されるの？これひまそらさんのことを誹謗中傷したみたいですね、朝日新聞が。国民の権利である住民監査請求しただけなのにナチス扱いは草、左翼お得意のお気持ち攻撃、名誉毀損感情論とこじつけ、レッテル貼りだけ、あいつら本当レッテル貼りしかできないのな、ナチスとかありないぐらい話が飛躍している、狂いすぎてわけわからない、もうまともな精神状態じゃないように見える。左の連中ってヘイトスピーチするの大好きだし、自分たちの発言は良いヘイトスピーチとか思ってるからな。この声明文とか普通に誰がどう見てもヘイトスピーチになのでは、平然と出しちゃうあたりがまさに、マニュアルにこの論法しか載ってなかったんだろう。在日コリアンへのヘイトクラーム関連付けるのは自己紹介、もう彼ら自分から自分の正体が何なのか語っているのでは、そのヘイトクライムとやらを安倍さん一人に対して行ってきた連中が何言ってんの、あくまでデマで攻撃されている被害者というスタンスなのですね。不正会計している疑惑をかけられているのをヘイトクライムされていると主張。監査請求の本質から目をそらせようと必死ですね。なんとか論点をずらそうとする力強さは感じましたが、気高さは一切感じません。ゴドウィンの法則を7人もいる弁護団が知らないはずないんだな。知らないのかな。マジで。これ知っているけれども、こう書かざるを得ない、追い詰められてるとも考えられますけれども、とある賢者が予想しておりました。そろそろ自演でコラボバスを襲撃して、ヘイトクライムって騒ぎ立てるので見てて、とある賢者の予言、コラボバスですね、若年女性保護するために渋谷とか新宿区役所の前に泊まってお茶を無料で振る舞うみたいなコラボバス、そろそろあれにですね、卵叩きつけられたり、落書きされたりしてヘイトクライムだ、差別だって、騒ぎ出す、ありそうだな、すごく。卵は辻元清美が得意な技でありますし、でどういうわけかあいつら被害届を出さないっていう警察に
被害届出さない、ネットでやられましたってギャーギャー言うんだけど、どういうわけか被害届出さないんだよね。被害届出すといろいろ鑑識から何から来ちゃって、大笑わだからかな、この声明はそれの準備段階じゃないかなんて睨んでおります。いずれ起こる自作自演のヘイトクライム、それに対する準備段階、つまりヘイトクライムにつながる誹謗中傷を許さない、キリって牽制しているようだけど、ナチス引き合いに出して、冷笑されてるっつね。相変わらずテレビではコラボを一切放送しませんから、一般人はこの声明見ても何のことかわかんないんですけどね。目にするのはネット民でしょう。でも我々はこんなもんには騙されないと、この声明を出したことをですね、テレビでやっちゃうと一般人がコラボって何って気がついちゃうから、テレビ報道はできないと、勢いネット民しかこの声明は目にしないと。でネット民はそんなこと分かってる、こいつらがいかにバカなこと言ってるか分かってるという、必死なんですけどね。必死さ感じますね。これやっぱ領収書集めに難航してるんでしょうかね。2月28日、もう諦めたのかな？ニートムノがね、温泉娘さえ叩かなければ、こんなことにはなってなかったのに、向こう側の関係者一同ね、今頃、どうしてこうなったって思ってると思いますよ。ニートムノが、余計な真似して、憎くてしょうがないと思います。産経新聞が紙面の半分使って割と詳しくコラボを報道しておりました。東京都の若年女性支援事業でずさんな会計、税理士らへの不適切な報酬や領収書のない経費、比較的高額で妥当性が疑われる食事代や宿泊代が計上、実際とは異なる備品や購入していない備品の存在も明らかに。ダメじゃん、購入していない備品が存在って。じゃあ金抜いてるって、金をね、なんつんだっけ、そういうの裏金っちゅうのか、これ支給してる行政側も同罪では。 NPO の設立の基準がザル、逆切れ裁判起こしてたけどどうすんだろう。事業報告見て2900万の価値があるとは思えないんだけど、正義を装って弱者を食い物にするっていうのが卑劣。勇気あるメディアが報道したんか、遅すぎて笑うが、NHK 報道しない自由、開示請求されたメールを都が削除したりとか、盛りかけより悪質、コラボだけで終わらせないでほしいと、一方朝日新聞はですね、ゲーム的政治活動という新しい言葉を発明してですね、ひまそらさんを叩いておりました。虐待や性被害などにあった女性を支援するコラボが、ひまそらあかねというハンドルネームの人物によってネット上で攻撃を扇動されている。この事件は現代日本におけるゲーム的政治の大きな分水嶺となるかもしれない。コラボ側は昨年、ひまそらさんを訴えたと、そんな論調でね、ネットなんです。朝日朝日の逆が正解。朝日が擁護で回り時点で、個人を訴える法人ハフポストの記者なんでスルー推奨朝日が参戦したらコラボ終わりじゃん。こうやって仲間があぶり出されていくわけか。やはり朝日は期待を裏切らんな。そういう方向に持っていこうとしてるのがバレバレで笑う。女性支援を攻撃してるんじゃなくて、不正会計疑惑を指摘してるのに必死に論点ずらしと。公金が正しく使われてるか、楽してずるしてるやついねえかどうかが想定なのに、それをですね、ゲームでもやってる感覚でコラボ叩いてて、けしからんってことですか。わかりません。そういう風に持ってきたいのはわかる。無理やり感が強くて、論点ずらしに必死というか、教本しているのがわかりました。コラボ弁護団同様ですね。朝日新聞も相当追い詰められてて、なんか書くことなくなっちゃって、なんかいい言葉ねえかな。知恵を絞って、高齢化した脳みそで記者が考えた言葉がゲーム的政治だって、みんな知ってる朝日のギャグが正解と。ツイート全消しと、ホームページロックについて、足立、剣士、高志、わかんねえ。あんちゃんですよ。足立議員のあんちゃん。私はもともと定期的に過去ツイートを削除しています。なんでだ。クライアントへご迷惑をおかけしないように、
導入事例を削除していました。サービスサイトは公開いたしました。このままでは1ヶ月で倒産します。まあ、あのホームページは開放した、サービスクラントに迷惑かけないように、非公開にしたと、1ヶ月で倒産と。一般からの反応、バカな弟さんのせいで大変ですね。1億円の事業収益と5000万円の補助金もらえるのに、たった一月で倒産するもんなんですかね。クライアントに迷惑かけることを公表してたんですか。また新しい団体立ち上げて公金チューチューすれば大丈夫ですよ。クライアントへ迷惑をかけないのも意味不明だし、つい全消しに至っては言い訳にもなってない。NPO が倒産って意味がわからない。まあ、あの解散とか解体とかそんな感じですね。倒産ってなんだったの。ツイート残したままだと会社倒産するんか。なんで売上1億の超優良経営が運転資金1ヶ月も持たないってどういう経営してんの。全然想像できない。定期的にツイート削除。これはあの後ろめたい自覚、税金吸ってる自覚はあるようで、真っ当な団体や真っ当な人がそんなことするが、定期的にツイート全消しなんて。1ヶ月で倒産ですとか言ってるけど、3N の金の流れです。国から訓練補助金として5000万円もらう。障害者を労働させて、得る対価が約1億円。だから数十人いるんでしょうね、障害者が。障害者への賃金が8000万円。2割ピンハネ、ですか。差し引き7000万円。補助金とピンハネ分の2000万円。7000万円が足立兄の懐に残ってるはずなんだけどな、1年間で。これでなんで1ヶ月で倒産すんのか。不思議でなね。バカで無能で傲慢で、あと議員適正皆無、by橋本徹の弟のせいで批判されただけで、監査請求とかされてないじゃないですか、ここは。帳簿出せなんて言われてないしね。足立兄のやってることを一言で表すとですね、国から永遠に訓練費をもらいながら働ける障害者を飼い殺し、しかも賃金から2割削除。こういうことやってるんですよ、足立兄は。なんで1ヶ月で倒産するんだよ、こんな美味しいことしてさ。このあの弟にして、このあり兄ありって感じですよね。楽してずるいので美味しい思いしてんで潰したい。ド直球直上、私の、直上ですね。もうあのカッコつけて税金の使われ方がとか言ってねえで、ラグしてあのズルして美味しい思いしてから逃げらしい、潰したいっていうあの直球です。バカで無能で傲慢で、あと議員適正皆無、バイ橋本徹の足立康。なんとか国会が始まる前に盛りかける維持のバカ騒ぎに冷水をぶっかけることにできて本当に良かった。なんて言ってますけれども、何言ってんの。まあ、これコラボの話ですね。コラボはあの盛りかけと一緒で、イビデンスのないただ騒いでるだけで、であの冷水をぶっかけて沈静化させることができてよかったとか、なんかあの勝ち宣言してんですけど、ネットの話、火にガソリンぶっかけたの間違いでは、盛りかけと類似というのが意味不明。一人で引っかき回して家族にまで炎症してますよね。どう見てもぶっかけたのは冷水ではなく燃料。立ち位置も動機も目的も自白してて大爆笑でした。あんた政治家向いてない。冷水どころかガソリン並みに燃え上がり、別件で探られて事務所の方まで燃えているようですけど、冷水ぶっかけて縮こまってるのはあんたの方じゃ。あんたとっくに積んどるやないか。あんた政治家向いてない。冷水かけたつもりだったがガソリンで、自分は愚か、兄や父まで燃え上がり、ついでに大阪維新の事務所費問題まで持ち上がり、市長室に豪華シャワーつけた市長ってこいつの秘書だったんだよな。いらん過去までほじくられ、善良でか弱い一般人、かっこ靴沢をですね、訴訟で、脅してですね、兄弟、父兄弟揃って丸焼け、消化を諦め、当初の目的であった冷水をかけることが完了したことにして放り出し、ことなきを得たと。得てないっすね、全然ね。こいつはね。脊髄反射で口答え。逃走しながら勝ち宣言。そのまんま、です。私への
脅迫ツイートまだ消してねえし、今日になっても橋本徹、前言撤回せず謝らない、へりくつこねて自己正当化、当たってるなあ、これあの足立についてですよ、謝らない、へりくつこねて正当化、あ当たってるなあ、コロナ5類降格についてシーカズを、医療現場の大混乱は避けられない、医療費負担でハードルが上がって犠牲が拡大する、犠牲者最悪のもと、医療への公的責任を放棄することは断じて認められない、別にいいやシーカーズように認めてもらわなくても、ああじゃあ正義なんだな、五類に落とすことは正義なんだなと確信する、共産党の言語が正解と、死刑廃止についてシーカーズを、人を殺してはいけないということは絶対的な禁止であるべきということです。死刑廃止を考える根本的視点と思うと、人を殺しては絶対にダメが死刑制度廃止の根本的視点っていうことに言ってるのかな、じゃあ死刑をなくしてはダメなんだ、共産党のギャグが正解だから、一般の方です、何人も殺してきたお前らがそれ言う、暴力革命に失敗したら全員死刑なかもしれないから今のうちから廃止したいのかな、絶対的な禁止といえば殺人事件が減るんですか、凶悪な犯罪を共産党員が起こしていることは、ところで代表選挙はしないんですか、殺してはいけない、それ犯人に言うべきでは、何言ってるかよくわかんないですけど、絶対やってはいけないことしたから死刑にするんでは、順序が逆では、まあ、C 和夫が言うんだから絶対に死刑をなくしてはいけないと確信いたしました。こっから小ネタ雑談枠なんですけれども、外国人にこの写真を見せると驚かれる、なぜ、というのがこちらの写真です。ハズレの回答、寄せられたハズレの回答なんですけれども、チビだから大股開きしていないから、細すぎるから、77三分けがダサいから、タイヤを畳に置いてないから、今時マスクだから、スーツの下がワイシャツじゃないから、正解はですね、外国人はこの座り方ができないからだそうであります。外国人この座り方できねえんだって、ひっくり返っちゃうんだって。そうなんだ、知らんかった。今私もやってみましたが、ひっくり返りそうになりました。1秒ぐらいしか持たない。この女性、強靭な、筋肉。まあ、若いからな。大丈夫なんだろうな。でも知らんかった。外国人この座り方できないって。皆さんご存知だったでしょうか。日本人にしかできない座り方だそうです。びっくりしたと。そういうわけで、メール党員さん、大募集中であります。応募、ご登録はですね、動画説明欄のもっと見るっていうのをクリックして、そうするとババって開きますんで、そちらからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。